ニュージャパンワールドナウ、元井美希です。さあ、いよいよ11月15日から、ワールドタッグリーグとベストオブザスーパージュニア27が史上初めて同時に開幕します。一度は中止になってしまったベストオブザスーパージュニアの復活、嬉しい限りですね。さあ、そのスーパージュニアの参戦選手、今回も似顔絵描いてみましたよ。こちらです。10選手が参戦されます。やはりですね、現役 IWGP ジュニアのチャンピオンである石森泰治選手、タッグのベルトを巻いているデスペラード選手の参戦もありますし、このスーパージュニアに関しては2018年に優勝を飾っている高橋ひろむ選手、12年に優勝している田口監督、このあたりも注目ですね。さあ、皆さんはどの選手が優勝すると思われますか？元井はすごく迷ったんですが、今回は翔選手なのではないかと予想しています。翔選手は今年のニュージャパンカップで高木慎吾選手を破るという戦いも見せてくれましたし、感情がすごく伝わる入場曲みたいな主人公感が強い選手ですよね。このスーパージュニアで結果を残して、さらにドーンと堂々とした翔選手を見てみたいなと思っています。また12日に発表がありましたが、残念ながら金丸義信選手が右膝の負傷で、今回のスーパージュニアは欠場となることが発表されました。代わって出場するのが上村優也選手です。上村選手はずっとスーパージュニアに出たいと熱望していましたので、その夢が叶うということになりますね。さあ、その上村選手からベストオブザスーパージュニア参戦に向けてのコメントが届いています。まず発表された時は、正直、金丸さんが怪我 で、それの、代打っていうので、素直にはやっぱり喜べなかったんですけど、でも、やっぱりずっと出たいと思ってたので、もう出るからには、もちろん優勝を狙って、もうやってやろうっていう気持ちになりましたね。もう先輩から勝つことを、もう僕の貫抜きスープレックスホールドを先輩に決めて、もう先輩から取って、で、結果を残すことですね。もうそれしか今考えてないですね。もう一戦一戦すごい楽しみなんですが、個人的な、思いというか、そういうのがあるのは、翔さんとのシングルマッチですかね。やっぱこういつか2人でシングルマッチやりたいねって言ってたんで、はい、それはちょっと楽しみですね。そして最強のタッグチームを決めるリーグ戦、ワールドタッグリーグも大注目です。今回は10チーム20選手が参戦されます。20人分の似顔絵、大変だったので G1 の時の似顔絵をコピーしました。逆に言うとですよ、 G1 に出場していた選手が20選手中12選手いらっしゃいます。熱かった個々の戦い、 G1 に出場していた選手がさらに強力なタッグパートナーと組んで戦う、これは面白くならないわけがないです。今回は久しぶりに新日本マットに戻ってくる選手も多いですね。オーインズ選手は少し前に戻られましたが、ファレ選手、そしてヘナーレ選手、フィンレイ選手に、タマ選手、タンガ選手もおよそ8ヶ月ぶりですかね、2月以来新日本マットに戻ってきます。さらに注目はといえば誰ですか。 X は王冠選手とオスプレイ選手が認める猛者ということなんですが、どの選手なんでしょうね。またヘナーレ選手は日本が恋しいとツイッターなどでつぶやいていましたので、その気持ちをねぶつけて暴れていただきたいです。ただ棚橋選手のタッグというと、辻陽太選手が棚橋選手タッグ組んでくださいと言って叶わなかったこともありましたので、いろんな思いが交錯するワールドタッグリーグですけれども、注目したいと思っています。さあ、皆さんの優勝予想はどのチームでしょうか。2019年に優勝したのはこのフィンジュース組でした。また真田選手とイービル選手は17年18年に優勝しましたが、今回タッグパートナーを変えての参戦になります。
さらに後藤選手もパートナーは違いますが優勝経験があります。さあいろんなことを踏まえて元井の優勝予想は GOD なのではないかなと思っています。やはり玉選手、丹賀選手は新日本の中でも歴史的なタッグ屋ですよね。あの天狗寺さんに並んで IWGP タッグのベルトを6回も巻くという記録を保持しています。2019年にフィンデュース組がワールドタッグリーグ優勝して、今年の 1.4 でこの玉選手、丹賀選手からベルトを奪ったというこの因縁の戦いがいきなり開幕戦で当たることになりますからね、注目です。さあ11月15日の対戦カードはこちらのようになっています。この似顔絵も対戦カード順になっています。さあ X 選手も注目ですが、やはりこのねベルトをめぐる戦いもありました。フィンジュース組と玉選手、丹賀選手組、こちらどちらが勝利を飾るんでしょうか。そしてベストオブザスーパージュニアも今回そうなんですよね。あのワールドタッグリーグとベストオブザスーパージュニアが交互に行われるんですが、開幕戦は特別に全選手が参戦、30選手すべての選手が並ぶというね、非常に注目の戦いになっています。さあワト選手と上村選手の戦いもありますし、同期選手ロビーイーグルス選手、翔選手、ブッシュ選手、そして田口選手、デスペラード選手、さらにメインを飾るのは高橋宏夢選手と石森泰治選手。 8.29 の神宮球場大会でベルトをかけて戦いました。ベルトを取られてしまった宏夢選手、そしてベルトを取った石森選手、この戦いが再び見られることになります。さあ新日本プロレスワールドでは11月15日から12月11日までのこのワールドタッグリーグとベストオブザスーパージュニア全戦ライブ配信します。新日本プロレスの公式ホームページでは対戦カードが発表されています。今回はワールドタッグリーグ、そしてベストオブザスーパージュニアと交互に行われることになりますので、皆さんホームページの方をしっかりチェックなさってください。さあということで、このワールドタッグリーグにチャンピオンとして出場する太一選手からコメントが届いています。心境っていう心境はないけど、まあ、ベルトもそうだけど、まあ、同時に優勝という称号も必要になってきたから、だからベルト持ったまま仕方なく出てやるよと。別に出なくてもいいんだけど、チャンピオンのまま出てやるよと。全員かかってこいって。今年のね、前半とか、まあいろいろ、こんな世の中になってね、タッグ引っ張ったのは俺らじゃねえかなとは、自信あるけどね。ね、一つもない。全く、またこうね、例年通り、なんか中堅と中堅がいっぱい集まったなと思って、去年どう優勝したのかもようもう覚えてないし、なんだっけなと思って去年、全然、あこれはもういけんなって、本当にそんな感じ。例年であればタッグリーグ優勝したチームとチャンピオンチームが東京ドームでやるわけだけど、その辺も俺らが優勝しちまえばドームで挑戦受ける必要もないし、挑戦者がいないんだから、そしたら 1.4、1.5 俺とザックはフリーになるわけで、自由に違う試合ができるんだから、それはそれで、だからそういう意味もあって優勝、そうすれば俺らのドームの可能性もまた広がる。